はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、サタンクロースです。さあ、本日なんですが、超早いクリスマスプレゼントを、ちょっと皆さんにお見合いしていきたいなというふうに思っておりまして、皆様、このホーリーナイツというデッキ、てかカテゴリーというか、ご存知でしょうか？あのね、これね、マジでこのデッキのギミック、ちょっと弱いんですよ。あのソロモード、今、魔改造計画っていう企画やってまして、ソロモードにあるそのテーマをなんかちょっと一応実戦級のまあパワーまで持っていくっていうことを今ちょっと実はやってまして、で、ソロモードで存在するデッキを魔改造するっていう感じなんですけど、これねマッチでちょっとね全部カードの効果読んだんだけども、基本的には弱いね、基本的には弱い、まあ、現代遊戯王と比較するとね、これね、まあちなみにエースモンスターはこの聖夜にきらめく竜っていう、まあ、ホーリーナイスモンスターではないんだけど、ホーリーナイスと非常に相性がいいモンスターで、これを、まあ、手札からの召喚特召喚をして、まあ、このカードの効果によってフィールドのカードを除去していくっていう、まあ、そういうデッキになってます。聖夜にきらめく竜をなんか毎回出していくっていう感じのギミックですね。で、それをサポートするカードが結構たくさんあって、まあ、例えば、マホトラップカードでね、ホーリーナイスアドベントっていう、これ永続トラップなんですけど、これ自分の相手のメインフェーズに、自分の手札から、ドラゴン族の光属性レベル7を出すか、まあフィールド上のモンスターを、戻すかみたいなのを選んで発動することができる。で、ホーリーナイツナティビティだったら自分のメインフェーズに、手札の天使族光属性を見せながら、ドラゴン族光属性レベル7をサーチするとか、あと相手が魔法トラップモンスターを活動したら手札からドラゴン族光属性レベル7を出すとか、だから要は相手がなんか効果発動した後にナティビティの効果によって、まあ、これを出してこの一番の効果で除去していこうねみたいな、ね、感じですね。で、まあ、一応何でもこうカウンターじゃないな、通常トラップカードも一応存在してまして、相手が魔法トラップモンスターの効果発動すると自分のフィールドのドラゴン族光属性レベル7を戻しまして、それを無効にしますよみたいな効果があります。はい、まあ聖夜にきらめくっていうか、まあ、その聖夜を破壊してるみたいなとこありますけどね、これイラスト的には。はい、で、この、まあ、ギミックをやるにあたって、まあ、家系モンスターが結構重要になってくるんですけども、家系モンスターでこの、オルビタイルっていうモンスターがね、自分のフィールドの光属性モンスターをリリースして、デッキからホーリーナイツ魔法トラップカードをセット しますよみたいな。で、この効果相手なんで発動できますよみたいな効果あるんですけど、これもそもそもまず、光属性モンスターをリリースする必要があるんで、まず自分をリリースするとか、まあ、例えば今回入ってるんですけど、先玉とかをリリースするとか必要があって、じゃあ、このホーリーナイツモンスターたちって、これ、家系モンスターどのくらい展開力あるのかって話なんですけど、全部テキスト読んでもらったら分かるんですけど、あのね、展開する効果ゼロなんですよ。こいつら自分で出てくる効果、1ミリもありません。他に光属性いったら出せるとか、そういうの一切なくて、で、まあ、魔法トラップカードとかの効果で出していくとかしか、まあ、基本的にはないですね。んでね、まあ、一応この、フィールド魔法があると、なんかホーリーナイツとかを召喚できて、まあ、一瞬、召喚権増えるみたいなとこあるんですけどね。はい。なんかこれを採用したら、一応ギリギリ2体は出るかなっていう感じ。で、それをやっていると、まあ、一応妨害は用意はできるんだけど、1枚破壊するだけなんですよ。なんか結局その頑張って分回しても1枚破壊するだけで、これもそもそもなんかオルビタイルとか来るまではなんかその11機最弱とか言われてたらしくて、まあ、そういうテーマなんですよ。で、これを主軸にはしたいんだけど、これを主軸にしすぎることはできないですね、さすがにギミック的には。で、じゃあどうやって戦っていくのがいいかっていうと、まあ、やっぱ出張ギミックを採用して、まあ、ここを、まあ、サブギミックとして採用しつつ他のところで戦っていくしかないということで、今回採用しているのはまず B セットですね。 B セットはこいつがリリースして、なんかその光属性リリースして効果発動する関係上墓地に光属性溜まるんで、 B セットそもそも出しやすいっていうところと、あとクシャトリアですね。モンスター横に並ばせないと、やっぱ現代遊戯が厳しいですし、あと単体性能は一応高いので、ユニコーンと、フェンリルは。で、一応横に並んだらマスカレーナとか、アナコンダとかできるんで、で、アナコンダできるってことは、楽園融合をぶち込んでいけるっていうところで、で、あと、天帝の人もぶち込んでまして、これでドラグマギミックも入ってまして、で、これで全部の、なんかその出張して強そうな、ホーリーナイツっていいところはエクストラ使わないんですよ、展開に。だから天帝の人とかとは非常に相性が良くて、このギミックを採用しております。はい、ちょっとね、動かし方かなり独特ではあるんで、ちなみにこれをメインにしてデッキ組んでみたんですけど、さすがに弱かったのでこうなってるっていうことをちょっとご了承ください。はい、早速ね、ちょっと
この聖夜にきらめく竜の、の一番の効果。あと召喚ムービーあるんで、こいつ。結構かっこいいぞ、これ。はい、ちょっとお見合わせいきたいと思います。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。なあ、まあ、まあ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 、まあ、クシャトリアユニコーン君来てるからやる悪くないか。これね、マジでね、あれなんだよね、下級モンスターかぶったら弱いのマジ終わってるさ、ホーリーダイスって感じで出てくる子がないんでね、なんか本当には自分たちで、マジで、あの同胞の絆とか、なんかデュアルサモンみたいなカード使わないといけなくて、出すとき、展開するときさ、あとなんか手札から炎、あのなんか特殊ができるみたいなカード使うしかなくてさ、終わってんだよな、結構終わり寄りの効果してる。まあ、ちょっと一回ベルファイア打つか。ホーリーナイツベルファイアの効果。ホーリーナイツモンスターかドラゴンとか機械特性を手札に加えることができる。まあもちろん持ってくるのはホーリーナイツオービタル。じゃあオービタルはあれだ、ハルトーの方だったわ。ごめん、あのオルビタイル。ホーリーナイツオルビタイルを召喚して、先玉を特殊、あ、特殊じゃない、召喚。先玉を召喚。さあ、先玉を召喚し、ここで美しい最強のこの先玉をリリースするコンボをお見せしましょう。ホーリーナイツオルビタイルの効果を発動。自分のフィールド上の光属性モンスターをリリースして、デッキから、ホーリーナイツマジックトラップカードを1枚、デッキからセットすることができるという謎効果。この効果によって、まあ、これは一回降臨か、ホーリーナイツアドベント。なんか仮面ライダー、龍騎みたいな名前してるな、このカード。ナティビティがいいか。ナティビティちょっと一回、発動しておきましょう。まあ、降臨でもね、いいんですけど、ナティビティで、入れ替えてみたいな動きも、まあ、できるということをちょっとお見せしていきたいですね。これホーリーナイツナティビティの効果を発動。ナティビティの効果によって光属性天使属モンスターを戻して、なんかよくわからないこの、聖夜にきらめく竜、これサーチできます一応。はい、これなかなか強力なんですよね。これはマスカレーナでいいですね。マスカレーナを出して、これアナコンダに行くかマスカレーナに行くかは、このドラグマを引いてるかどうかと、天帝の使徒引いてるかどうかによって変わる感じですね。で、一回クシャトリラバースの効果を発動していく。で、クシャトリラバースの効果を発動。クシャトリラユニコーンを特殊召喚。あ、ジーか。全然打たなかったな、相手。まあ確かにね、召喚剣で動いてたからな、今までは。確かに、打つタイミングはここだったのか。でクシャトリアユニコーン特殊召喚。ちなみにね G なんですけど、まあまあ重いんで、まあケアする札は基本的にあった方がいいんですけど、ちょ枠がなくてあんま入ってないですはい、まあ、一旦これエクレシアでフルドリス姉さんも一応持ってくるのはした方がいいかな、さすがに。でエクレシアの効果発動して、姉さんもまあ持ってきまして、まあ一応 G で結構ドローされちゃったんですけど、まあまあまあの盤面はできてます。マスカレーナカードに取らないと。で、フルドリスで効果無効。で、ユニコーンで、まあ、エクストラ破壊と、それからホーリーナイツの、ナティビティによって、爆誕する聖夜にきらめく竜。クリスマスプレゼントですね。ちょっと早いですけど。強いですね、これ。これ強いな、これ。ベイゴワックス、まあこれ、サーチだってことは竹トンボ引いてんの、これな。いや、まあ、いいわ。タケトン防御引いてるやつですね。ベイゴマタケトンが出てきて、いや、これレベル32体で何すんの、これ。レベル32体でこれ何するか問題あるんだよね。サラマングレイトとか、あと何があるんだろう。幻影勇者とか。あ、幻影っぽいな。なるほど。なるほど。ブレイクソードはまあいいか。まあ、何を対象に取られるかってなんだけど、まあちょっと対象取られてからで全然間に合うんじゃないかっていう気はしますね。対象は。マスカレーだったら飛べばいいし、まあ、ユニコーンだったらもうスルーでもいいかなぐらいだな、正直。なんかユニコーンは別にいいや、これは出さない。相手がモンスターの効果発動したら、その後にセアにきらめくる。ああ、それはねダメだねそれはダメじゃない。ちょ、ナティビティ発動。ナティビティ効果、相手がモンスターの魔法トラップの効果を発動した時、出てこい聖夜にきらめく竜。これが俺流のクリスマスプレゼントボケ。おら、クリスマスプレゼントと言いながら相手の棺破壊してて草。プレゼント過去墓爆破。うわー、出たー。いや、これは絶対止めた方がいいでしょ。これ多分勇者とか引いてない感じだよな、これ。さすがにな。
IP マスカレナちゃんの効果発動します。 IP マスカレナちゃんの効果発動しまして、リトルナイトさんを爆誕させに行く。さあもう使い終わった、せいやにきらめく竜はもう墓地に叩き込んで、リトルナイトの相手のカードを除外よし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 、いいぞ。しっかり妨害残せてのでかいだろこれ。セット、はい。あ、シェーブリー、シェーブリーはまあいいか。こっからだって何ができるんですかって、召喚器使ったよね。特殊召喚できるの一応あれか、サイレントブーストがあんのか、ワンチャン。あ、オッケーオッケーオッケー、あぶねえ。こっから動かれたら泣いちゃうもんね俺、さすがに。あ、天帝の人強、天帝の人強すぎ、ワロタ。では、ま、一旦バースで、ま、クシャトルでユニコーンさん蘇生させていただきたいんですけど、なんかあります？あ、なんもない。なるほど。ってことは、あとは打点を並べればいけるっつーことやな。エクストラも使わない展開できそうなんで、天帝の人ぶち込みましょうか。天帝の人ぶち込みまして、ガルーラぶち込んで、一応サーチ入れます。で、ドラグマ出てきて、で大神官からのワンドロー、はいはい。あ、ビーステッドマグナムート、いいじゃん、強いじゃないですか強いじゃないですか。マクシムスドラグマンの効果を発動する。相手さすがに幻影だから、これエクストラデッキ送っちゃっていいよな。なんか相手が楽園とかだとマクシムスドラグマンの裏目でかすぎて、なんかさすがに効果で、墓地エクストラから墓地送んない方がいいんですけど、これ多分幻影なんで、原因は別になんか墓地のアド稼ぐカードないと思うから、エクストラデッキから。なんで、まあこれ多分打っちゃっていいですね。で、マクシムスドラグマの効果を起動。俺はちなみに、アドを一生活がしてもらうぞ。急進ヌトスと、まあもうアルビオンとかを送っちゃえばいいか。はい。この2枚を墓地を送ることにより、相手もエクストラデッキからカードを2枚墓地を送らなければならない。さあ、適当にカード送りな。お前のデッキ強いカードねえだろ、もう。はいはい。で、ヌトスさんの効果を発動。で、爆破。パリーで、マグナムート効果。ちなみにマグナムートで、聖夜にきらめく竜サーチできます。最強シナリーです、これ。はい。聖夜にきらめく竜をマグナムートでサーチするっていう動きも、まあまあします。このデッキについては。で、マグナムートの効果。まあ、一応2ビリ踏むのめんどくさい、まああったら打ってる気がするけど、さっきのターンっていうのはあるんだけど、まあこれ攻撃表示に変えまして、打点がいくつですか、9000のポケです。はい、当たり前ってましたね。バトルベイス、うわー、これがホーリーナイスデッキのパワーじゃん。見よ、最終盤面ホーリーナイス0匹あれおかしいな、魔改造したら盤面からホールイナイツなくなったか。まあでもね、今回はでも聖夜にきらめく竜くんも若干活躍してくれたんで、ギリ耐えってことでよろしくお願いします。このテーマさ、マジでさ、下級モンスターに特殊召喚効果ついてるんだ、これバグだろ、これマジで。ついてたところで弱いぞ、ついてたところで弱いけど、じゃさすがにつけろよ、さすがに特殊召喚効果は。なんかしらマジでね、終わってる下級モンスターが本当に、なんかね、盤面に出す前提なんだよね結構。まあ、とりあえずこれどうしようか、ベルファイア打つか、ベルファイア発動、ホーリーナイツかレベル7、ドラゴン族モンスターを光属性格好を、サーチすることができる。まあ、ちょっとちなみにこれがさ、下級モンスター持ってきてもさ、マジでさ、横展開できないんだよね先玉にさ、ホーリーナイツ先玉っていうモンスターちょっと作ってくんない、マジで。で、ホーリーナイツオルビタイルの効果、まあ、毎回なんかハルトの方になっちゃうんだよな。オルビタイルの効果で、これ一旦ホーリーナイツアドベントを一応セットしまして、はい。で、ザ・ビーステッツマグラムーツの効果を発動。オルビタイルさん、ちょっと一回ね、これ持ち効果もあるんで強いんですけど、ちょっとこれ残念ながらこれさすがにね、高精度はないですね。ちょっとオルビタイルさん一回ちょっと除外させてもらって、で、マグナムートをリリースして、ルベリオンが爆誕する。で、ルベリオンの効果、いやこれね難しいな、これ。あ、ナコンダ行くよりも多分なんか獣とクシャトリのフェンリル置いといた方がなんか強い気がするんで、
まあ、ユニコーンだったらね、バース持ってきて、アナコンダ死に行くと思うんだけど、まあ、ちょっと今回は、このまんまエンドしましょう。まあ、フェンリルも、獣も、ボーガーにはなってるんでね。いや、これ、さすがにドルイドブルームの方が強いか。ドルイドブルームからの獣っていう最強のムーブできるんで、まあ、ドルイド、獣の動きをしていくと、見て、まあ、こうしましょう。で、まあ、一応妨害としてはそんなに多くないんですけど、まあ、フェンリルの除外と獣の1枚破壊と、あとアドベントでの1枚破壊がありますね。はい。で、あと光闇だったら除外できます、墓地から。かがり火、まあ、光闇じゃありませんね、これ一切1ミリも刺さりません。これビーステッドが刺さらんっていうのがうざい。一番その炎族関係だから、ビーステッドマジ刺さんないですよスネークアイとか、なんかレスキューエースとかもう全然つかないから、光と闇モンスターをマジで刺さんなくて。はい。いやー、これポップルス何刺すんのこれ。あああじゃあ除外するしかないか。いや、クシャトリアフェンリルなんかどうせ送り込まれそうなんで、一応除外しますか。しなかったしなかったであれだしね、うん、じゃあうぜえなこれどうしようこれ。はいはいはい、あ、はいはいはい、すいませんでした、すいませんでした。まあまあドルイドブルームいるんでね、ドルイドブルームはいるんで、まあまだなんとなります。はい、ドルイドからのあ、ピュッカ、うわ出た、ブリポケモンブリーダーデッキじゃんこれ。ポケモンブリーダーデッキか。いや、ポケモンブリーダーデッキうっとしいな。まあ、ちょっとめんどくさいのはあれですね、めんどくさいのはマイフレンドもそうだけど、ストリートからあるとクソうざいな。一応前どんどん除去できるんで、まあ、まあまあ強いは強いんですよね。それはモンスター効果はまあ今のところ使わないから、まあ大丈夫か。プリティメモリーか、まあ、プリッチー、これプリッチーか。まあ一旦さ、これさ出させて2体になったところでドルイドを出して獣で爆破しに行くのがいいかな。うん、まあ、そんな気がするね。でピュアリーリリーが、特殊召喚されていく。でピュアリーリリーの効果は一旦通していいわ。マイフレンドに、まあ、うらら打つようにした方がいいです。まあ、貫通される可能性があるんでね。はい。で、リリーでマイフレンド持ってきます。でここですね、ベイステッドドルドブルームの効果、ビーステとマグナムートをゲームから除外し、このモンスターを特殊召喚。キョウィーン、泣けよピュアリー、泣けよ。楽園の獣を発動、楽園の獣によってドルイドブルームをリリースし、相手のピュアリーも爆破、そして、爆破されドルイドブルームが墓地を超えた場合の効果も発動するぜ。よし、こう取った。でビーステとドルイドブルームの効果、相手のピュアリーリリーを爆破。よっしゃ、これでとりあえず手数は2手減らした。いや、まあそうなんだよね、マイクレンドがあるんだよ。でここでこの後の処理後、いやこれさすがに言った方がいいだろう。ホーリーナイツアドベントの効果を発動、手札から光属性レベル7ドラゴン族モンスターを特殊召喚。あらあれよ、これが俺流のクリスマスプレゼントだ。いけ聖夜にきらめく竜爆弾、特殊召喚成功効果、相手のピュアリーマイクレンドを破壊。いや、まだそこもあるの俺。いや、これさ、裏側でさ、無効にしたら破壊できるよね。で、手札2枚でしょ。いや、これさすがにもう大丈夫じゃない？速攻魔法だったとしても、これこっから真っ暗いことないと思うんだよね。さすがに。え、これ裏側っていうね。これ打って、これ、これ破壊から守るって効果なんですけど、ハッピーメモリーが。これ、結局無効にすると破壊が守れなくなるんで、聖夜にきらめく竜で爆発が通り、でこれ無効になる、ヒュ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 って言って無効になって、まあ、これよし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 、来た来た神で、あと手札2枚。いや、これ多分ね、これで止まってくれると思うんだけどな。プリティメモリー、はい、プリティメモリー効果、えなんかピュアリヒーさんの弱いね。あー、でもリリーで、これ乗せられるの強いやついないと思うんだよな。なんかいたっけ、もう数ないよねっていうか。で俺攻撃表示出したからアーゼンス出せないでしょこれ多分。破壊されないみたいなモンスターいましたっけ。あ、
あれいる？ハピネスみたいなやつ。やばい。最近全然き何使ってなかったけど、これハピネスでなんかぶん投げて負けたりする？あ、ビューティーか。ビューティーはいいわ。ビューティーはいいわ。ビューティーオッケー。エンドフェイズ、はい。エンドフェイズ、来た来た。なんかターンが来て神。ハカーナ、まあ、強いね。一旦これはちょまずやることなさすぎて笑ったなこれ。シャトリのフェンリルの効果起動してサーチしたいんですが、なんかあります？サーチは通っていく。でクシャトリがユニコーンを一応持ってくる。やることなさすぎ問題が発生やることなさすぎ問題発生してるんで、このバトルフェーズいきますか。バトルで一応ユニフェンリル殴ってフェンリル効果って言うけど、まあこれ多分さすがに無効にされるでしょ。ライフポイントが減るぐらいなみたいな話し合って、でビューティーが無効にしてくる。まあ普通に殴れはするんで、まあ問題はない。はい、ビューティーは効果を無効にするだけで、別に殴ることを止められることはないので、これで爆破し、でこいつぶん殴ります。 OK で、メインズ入る。で、効果起動してホーリーナイツアドベントの効果。いやこれ普通にな、ユニコーン出してバース持ってくるのもまあまあありなんだけどな。でもさすがにね、さすがにちょっとホーリーナイツデッキだって言ってんのに、なんかいきなりクシャトリラフェンルユニコーンビート始まったら、それは多分これ多分詐欺だって言われるから詐欺だって言われるから、ちょっとホーリークは手札1枚からね、ピュアリーはね、多分ね、何ほぼ何もできない。あ、まあ、でも一応、かかり火とかあるのかな、かかり火からのスネークアイみたいな。あ、オッケーオッケー。メインフェーズ終了前は、これ、ホーリーナイツ出して、ルベリオン爆破して、墓地に送っていきましょう。最強ムーブ。最強ムーブで、これ、ルベリオンを爆破して墓地に、叩き落とすことにより、永続魔法化を完全に回避できるというね、史上最強ムーブね、これ。セット、ああ、オッケーオッケーオッケー。セッティングね、なるほど。セッティング了承。ドロー、ああ強い。打点足りるかこれ。打点足りそうだ。5000、7000、あもうあと100足りねえか。まあ、ちょっととりあえず1回出すか。1回出して、あー違う、そっちじゃない違う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 、ちょ待ち待ち、間違えた。ちょふざけんな、アドベント。ちょ、戻そうじゃないんだって、出そうなんだって。ふざけんなよマジで。ちょミスった。ちょほん出したかったの。出したかったです出したかったです。違うんです、なんかよくわかんないことが起きました。セット、あ、じゃあアドベントの効果、ちょ出したかったんだって、これを。さあ、これ、どっちも使えるときマジ厄介だな、これ。で、聖夜にきらめく竜の効果。で、はい、前破壊。あ、G ね。一応、アドベントと聖夜をこれ、一応、臨時できれば、まあ、弱くはないんだけど、これね、ラグがあるんだよね、これね。これ、一旦に一回戻して出せるようにしてほしいわ。これもう一枚カード用意しないと戻して出すっていう動きできないんですよ。これうざいよな普通に。もう一体ね出すね、ムーブをしないといけないからね。そこ燃焼してたしね。あーリープか、はい、了解しました。バトルフェイズです。やぶねこれはね、聖夜にきらめきまくってるから、これホーリーナイツデッキと言っていいんじゃない。さすがにホーリーナイツ2体並んでるの強いだろ。対戦ありがとうございました。いやー穴2枚弱え。いやー、まあ穴2枚ないとちょっと先行展開通んねえから一応入れてんだけどさ、やっぱこういうなんかコンボデッキみたいなやつってさ、やっぱこういうなんかさコンボ外のカード入れると事故るんだよねこれが考えもんだよね。だただやっぱちゃんと戦うようにするにはやっぱ G 裏ら弾けないとちょっときついしっていうのがありまして、まあ、なかなかねこのね計らっていうカードは抜くに抜けないし、まあ妨害としても強いしね。ティアラメンツとかにはめっちゃ刺るんだけど、ホルスとかにもまあちょっと刺ったりするか、まあまああんまだか別に言うて、はい。ホルスデッキはちょっとまあどんな盤面を作られるかによるんだけど、なんとかして王の棺を破壊しないとまずいけないんですけども、
ジアンデッドバンパイアくんのやばい、まあ、ちなみにあのね、アーゼウスとかは結構、じゃこいつさ、毎回思うんだけど、このさ、こいつの顔さ、なんか知ってる皆さんこれ、このさ、こいつの顔さ、なんかここ、これがクソでけえかと思った、これ上の方にあるんだよ、これ、これ超でかい、これが顔と思ってたら、なんか全然すごいちっちゃい、なんか美しい顔があって、実はね、知ってます皆さんこれ、俺さ、すげえでけえや、あそこが顔と思ったんだよね。どうでもいいか、待って、なんかこれ、インフェルンディとか地獄みたいな、なんか展開、デッキじゃないこれ、ホルスインフェルティとの、あ、ホルスであれ手札を捨てられるからみたいなこと、破壊神王山、何なんか強そうな動きしてんな、マサイの戦士、やばいやばいやばい、なんかすげえ強そうな動きしてる、やばすぎ、うわー、やばいこと起きてる、うーわ、なんかスプリント邪魔だからみたいな話、これインフェルティネクロマンサー、うわこれ宇宙起きるじゃん、これやばいかもしんない、さすがにこれ、こっからの満足はやばい、さすがにこっから墓地こんな超えた状態での満足ムーブはさすがにやばいって、ちょ、やばい、助けて、俺死ぬこれ、うわこれ234やん、これ234、魔法の呪文2たす3たす4は9ですって話、これやばい、うわー満足流来た、やばい、止まらない満足ムーブ来るかもしんない、これマジで、満足一本、満足やかましいわ、あかんやんそれは、さすがに、何これ、うわ2体目やんけ、ふざけんなマジでふざけんな、なんでこれ2枚使うの許されてんだ、これ現代、まあ、現代遊戯王のイングル、うわやばいって、生き物なくなったっけ、自分の手札から、こっからのガンやばいわ、ちょっと癖多くない、どういうこと、癖多くないですか先生、これはさすがに嘘でしょやばいこと起きたな、いや、まあ無理なんですけどね。まあ無理なんですけど、もうちょっと一回計らうっていう、計らうって、まあホルスとかにするか、ちょっと除外で、インフェルティバリア。いやそうなんだよな、なんかあのデッキなんか癖強いんだよな、全部。癖強いんだよね、普通に考えて、ベルファイア発動。ベルファイア発動。すいませんでした、本当にすいませんでした、調子乗ってすいませんでした、もう一個出しまっていいですか、トリシューラーはやっぱ制限カードに戻しましょう、